アールスプリング理学療法士の近藤です。前回の動画では腰から足にかけてしびれが出る原因とセルフケアの第1弾、そして腰部脊柱管狭窄症編をお伝えしましたが、今回は第2弾として腰部椎間板ヘルニア編をご紹介します。腰部脊柱管狭窄症が腰を反れた時に足にかけてしびれが出るのに対して、腰部椎間板ヘルニアは逆に前かがみになった時にしびれが出る症状です。これは背骨の腰の部分である腰椎の前側にある椎間板、その中にある髄核というゼリー状の組織がずれて神経を刺激するために起こります。腰部脊柱管狭窄症の原因に加齢が多かったことに対して、腰部椎間板ヘルニアは中腰での作業や長時間の車の運転、デスクワークによる前かがみ姿勢の持続によって腰椎に負担のかける人に多く見られます。この症状を改善するには腰を反らせて椎間板にかかる負担を軽くすることが大切で、おすすめなのが腕立て腰反らし体操です。腰椎を無理なく反らし、前かがみ姿勢を正して背骨の S 字カーブを整えるのが目的です。ただしこの体操は腰の痛みが激しい方や腰を反らせた時に痛みがある方には決して向きませんので、なさらないようにお願いします。それでは今からご紹介します。まずうつ伏せになって肘を曲げ、手のひらを顔の横に置きます。次に口から息を吐き、腕に力を入れて上体を顔、首、胸の順にゆっくり起こしていきます。その次に下腹部は床につけたまま腕を伸ばし、へそが床から離れるところまで上体を持ち上げて腰を反らします。この状態で自然に呼吸しながら20秒キープ。その後鼻から息を吸いながら最初の体勢に戻します。これを3回繰り返して1セットとし、約1分、1日2、3セットを目安に行っていきます。いかがでしたか？この腕立て腰反らし体操は、腰を反らすことで椎間板にかかる上下からの圧力を緩め、神経への圧迫を取り除く効果があります。とは言っても、先ほども申しましたが、腰の痛みの強い方や、腰を反らすことで痛みが出る方には向きませんので、決してなさらないようにお願いいたします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。